はい、それではサンイル選手と対戦されます樋口選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずはいよいよ明日に迫りましたが、ね、今の体調いかがですか？今ちょっと減量きつかったですね。あ、何キロですか今回？なんか今回ウェルター級だったんですよ、うん、で、あ、そうですね、2階級ぐらい上で試合するんで余裕かと思って思ったら全然体重落ちなくて。え、コンディション今いかがですか？あ、でももう戻ってきましたね。戻ってきました、はいはい、今回は MMA のグラップラー同士の戦いです、はい、樋口選手の持ち味が十分に発揮される試合になると思いますが、自信のほどいかがですか？自信あります。あります？はい、はい、お前 MMA できるんでしょってあのオーディションの時に楽しそうに言ってましたよね、はい、ごめんなさい、僕めっちゃファンで顔見れない。あ、本当ですか？すいません、ごめんなさい、恥ずかしい、そっちの方が緊張しちゃった。あ、本当ですか？全然顔見れないです。あ、もう樋口選手のことずっと調べてて汗出てきちゃった。あ、本当ですか？すいません、すごい楽しそうでした。はい、対戦相手のサンイル選手、どういった印象ですか？印象は、うん、なんか10年前の映像しかなくて、うん、まあ、もう組んでみないと分かんないなっていう感じですかね、うん、作戦など特にないですか、ね、特にないですね。もうやってみてどうなるかなっていう、うん、相手の出方次第っていうこともありますかね？そうですね、もうあの組んで僕の方が弱かったらもうそれは負けるし、僕の方が強かったら勝つしっていう、やってどうなるかなっていう感じですね、はい、握手を交わした際にサイル選手ちょっと不気味だったとおっしゃってたんですけど、どうしてそう思ったんですかね？耳がなんかクッソ餃子みたいになってて。あ、本当ですか？潰れてて。あ、でもそうでしたね。なんでこんなんなんのかなみたいな。自分だってやってますけど全然餃子になんないんですね。やっぱ練習量が違うとかそういうことなんですかね？どうなんですかね。はい、あの秋山さん曰くあの韓国のドンキーコングと言われているパワフルな選手らしいんですけども、ね、はい、樋口選手にとってロード FC に出場されている選手ってどういった印象ですかね？特別なやっぱ存在ですかね、うん、雲の上の存在っていう。本当ですか？そうですね、うん、そうですね。今日は今回は挑むというかどういった気持ちですか、ね、あ、もう挑むっていう感じですね。もうあのぶつかっていくっていう感じです。うん、なるほど、分かりました、はい、それでは最後に応援してくださるファンの方々へ一言お願いいたします。はい、樋口武大です。ちょっとね、あの韓国のねロード FC の選手、こういったね格上の選手とねこうブレイキングダウン戦えるっていうのはすごいあの光栄に思います。本当にねこのカードを組んでくれたねブレイキングダウン事務局、そしてね応援してくれる皆さん、本当にありがとうございます。明日応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。頑張ってください。ありがとうございました。この番組は喧嘩道ザナゼノオニマルホームエクシア、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。